そう、髪型もそっくりだし不思議なんだよ。それをぜひご指摘ください。勝てよ、絶対に勝つんだ。古いんだね、中条さん。見に来て勝った。お父さん、どっちの球だ。これも大英テレビかな。親父か、ね、誰か。ああ本当だね、宇津井さんにちょっとなんとなく申し訳ありません。この時ももうすでに似てるね、うん、本当ね、宇津井健さんに、うん、年とともにあの大きなお世話ですけど、うん、三浦友和さん顔が、ね、似てきてる。髪型もちょっとオールバックっぽくてね、うん、今会うとあザ・ガードマンって言いたくなるぐらいで不思議な感じしますけどね。でもね、あの和歌山富三郎さんがね、もうそれこそ本当に10年ぐらい前におっしゃってたんだけれど、あの将来のやっぱり日本の映画界を背負ってたというのはあの三浦友和さんじゃないかっていう。で、まあ、あんまりそういうことを言われない方で、ただあの方もあの本当にものすごいテレビが好きで、もほとんどテレビ四六時中ご覧になってる、そういった中でやっぱりつまりスターとしての輝きがあるの三浦友和だってことをおっしゃってたのは非常に僕は印象的でしたけどね。和歌山富三郎さんに似ても当たり前ですね当たり前ですね。まあ、三浦友和さんといえばやっぱり山口百恵さんと共演した赤いシリーズはもう ね大今でも本当に再放送でも絶大な人気を誇ってるんですよ、ね、今午前中やってない？そういえば時々今はやってないと思うんですけど、うん、ついこの間までやってやってたよね、うん、もう再放送ぐらいまで使いますから、うん、素晴らしいリサイクル番組ですよね。そうだね、リサイクルだね、まあ、そう大英テレビシリーズは他にもいろいろ名作がありまして、はい、まあ、リクエストの方もたくさん来ておりますのでちょっとご紹介します、ね、不良少女と呼ばれて、これは小学校の頃不良になると言われて親に見せてもらえなかったからぜひ今見たいという。スケバンデカとか積み木崩しとかいろいろ一連でありましたけど、その一環で、あと僕なんかもうだいぶちょっと大きくなってたからこの辺に思い入れは正直言ってあんまりないんですけど、やっぱりある代の人たちはすごいんでしょうね。そうでしょう。この番組を見てその時から気が強くなったという方です。18歳の男の子ですか。不良少女と呼ばれてっていうそういう作品を見て不良になる子はいないんだよね。あ、そうですね。大体ね。そうですね。教育番組だったりして、こういうのってどっかにフォロー入れてますからね。そう、必ず非行に走っちゃいけないというフォローが入ってますから。ありますからね、はい。その他にも少女に何が起こったか、これはその時真似をして遊んでいた。すごいに番組タイトルであの視聴者に聞かないでほしいって感じしますね少女に何が起こったかとお前の方が言えって感じしますけどね、うん、それからのスチュワーデス物語、海に起こしたところがもう一度見たい。これは徳さん笑いますよ。これはね、もう最高でしたね。これはあの堀ちえみさん。そうです、うん、もう堀ちえみさんがですね、うん、機内で飛行機の、ちょっと柄の悪いおじさんなんかにいじめられてですね、うん、そんなのお前阿波踊り踊れって言われて、うん、機内の通路で阿波踊り意味なく泣きながら踊ったとかですね、とんでもない品があるんです。へー、ご覧のうちにホイチョイプロで、フレーズが随分変わりましたよね。あと風間さんがやってましたね。教官をね、教官をね、一斉を届けしました。大笑いですね、これは。まあ、鈴木さん、なんかデータございますか。何に関してでしょうか。鈴木さん、冷めてませんか。これはあの、入っちゃいました。すみません。まだあの、そうですね。出たのでご覧いただきたいと思います。申し訳ないです。東京流星館会長、西村麻生。会長、山吹麻里。和太、相模悪流会会長、曽我祥子。京子さん。岡田奈奈。哲也さん。やめるんだ。君はこんなことをしちゃいけない。やがましい。伊藤真由子さんの歌手。ベートーベンのピアノソナタ熱情は名曲中の名曲だが同時に極めて難しい。おい、やるぞ。ユキ、力が足りないね、力が。だからもうめっちゃ出てるよね。だから今のも答えられたんですが、とにかく体力をつけるんだ。私とボールの投げっこしね。角地かも。三つ子さんと。行くわよ。角地かも。はい。出してください。あ、用意。行けた。行けね。やっちまった。私が刃物にぶつかっていったんです。じゃあ、ついけんさん、手前ですね。こちらの罪じゃないって。息子フジテレビの営業にいます。見てください。はい、切ったしても少しも痛みません。医者のこんな。傷はもう痛くも痒くもないんです。